おきてです。自己紹介どうぞ。鶴田亮介です。折戸盛大です。吉田ひかるです。はい、よろしくお願いします。クリスマスに欲しいプレゼントを当てないと帰れません。うわぁ、街角にいる女性にね、はい、あのプレゼント、クリスマスプレゼント何が欲しいですかって言って、僕たちが予想したものを言っていただいたら、その当たったメンバー抜けると。はい、そうです。なるほど、ね、一番ね、要望が多かったものを視聴者さんにプレゼントする。そう、自腹で買ってプレゼントします。指輪、この世界の指輪、ニット帽。まあクリスマス仕様で赤ですね。YouTube じゃないですか。で、まあ顔出しとか OK してもらったってなると、え、私こう言ったっていうのをやっぱ気にすると思うんですよ、女性。ぬいぐるみとか、なんかこう。お前さ、テディベアでいいっすか。いや、もうだから俺は世の女性を信じますよ。クリスマスプレゼントでもらいたいものは何ですかっていうちょっとアンケートをもらいたい。あ、そう、ちなみになんあのイヤリングとかこうね、ネックレスとか指輪ですよね。指輪ですよね。やっぱ星なんかね、あのよっしゃー。いやいや、一抜けて、一抜けて見た、一発目で指輪出ましたよ。ってことで僕も一抜けでいいんですよね。待って、俺さ、明らかにテディベア欲しそうな子選んだね。じゃあ俺12歳とか行かなきゃいけない。一番プレゼント欲しいもん。あー、時計ね。あー、いいですよ、確かに時計大事。時計もあったね。バッグ、バッグ、バッグ。あ、おーっと、あ、ごめんなさい。いや、大丈夫です、大丈夫です。赤のニット帽。僕はテディベアだったんですけど、どっちがないと思います。俺やな。可愛いね、こうなんかふわふわしたものとか。ここら辺守りやってるか。いや、なんか、いや、孫。クリスマスプレゼント。そうです。マフラーマフラーね、そうだ、マフラー。彼があの赤いニット帽と、あの僕がテディベアだったんですけど、あのどちらが当たらなそうですか。さ、誘導尋問結構ギリギリだから、抱きしめてやな。ここら辺守るやつね、ここら辺。したら、なんでもいい、なんでもいい、なんでもいい。あ、靴？あ、そっか、靴。ありがとうね、ありがとうございました。ありがとうございました。待って、あのクライアントショー靴なの無理だ。何もらってんの。ニット帽、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 ちょっと待って、ニット帽のメイト、何色の赤。なんかこう、まあ、抱きしめたらあったかいものとかね、寒い季節ですから、まあ、いろいろあると思うんですけども、コスメ、まあ、この寒い季節じゃないですか、まあ、例えばなんか抱きしめたらあったかくなるものとかね、なんか置いても可愛いものとか。チケット、チケット、ネックレス、ネックレス。お、家に置いてあったら可愛いものとか、なんか、ね、抱きしめたらあったかいものとか、なんでも、ね、娘で。ああ、でも。なんでもない、別に、なんでもない、別に寒かったりするんで、こう、抱きしめたらあったかいものとか、なんか、置いたら可愛いものとか、別に、ね、これを言ってくれって言って、そういうのも、ね、ないんですけど、なんかこう、もらったら嬉しいクリスマスプレゼントってありますか。お、ぬいぐるみ。ちなみに、どんなぬいぐるみですか。やったー、ありがとうございます。どういう喜び方。そういうことですか。そうなんです。はい、ありがとうございました。いや、もう最後ね、あの、綺麗な女性で、ね、奇跡起きたね。すごい、ありがとう、ね、まさか来ると思ってなかった。ほぼ誘導してたけど、あんたがやったーって。なんと全てバラバラと。バラバラ、そう、バラバラです。指輪とかの形もありますし、はいはい、ニット帽がね、一番無難かなと。かぶりやすいし ね、うん、使えるし。赤のニット帽、赤のニット帽。ちなみにお二人は今年のクリスマス、なんか物をあげる予定はあるんですか。全くないです。ないですね。通称されたいぐらいですよ。僕、母にプレゼントしようかな。うわ、うわ、何この人。赤のニット帽ね、行きたいと思います。これね、すごい可愛いんで、赤いニット帽を購入しました。あの、ぜひね、あの、応募お待ちしております。いつも動画見てくれてありがとう。これ、クリスマスプレゼントということで、ありがとうございました。